10月2日川崎市宮前区にあるフロンタウン鷺沼でフロンタウン鷺沼キッズパークが行われました。これはフロンタウン鷺沼を運営する川崎フロンターレと宮前区役所が連携し、子どもたちに屋外の人工芝で安全に遊ぶことができる場所を提供したいとの思いから始まったイベントです。今年4月に開催して以来2回目の開催となりました。会場の遊具は玩具メーカーのボーネルンドが協力し、マットやブロックなど人工芝の上で自由に遊べるものが用意されました。また体を動かすことの楽しさ、爽快さを子どもたちに伝えるキッズリーダーと一緒に遊具を使って体を動かすイベントなどが行われ、多くの親子連れでにぎわっていました。広いしボーネルンドの遊具があるのですごい楽しいと思います。外に遊べるけれども、いろんなこうあの大きい遊具っていうか普段遊べないような遊具があって楽しいですね。コロナ禍で、少なからずそのコミュニティが閉鎖的になったり、外に遊びに行けないっていう時間は必ずしもあったので、保護者様同士のコミュニティだったり子ども同士のコミュニティっていうのを新たに川崎フロンターレになって新たなコミュニティを作り出していけたらなと、このイベントを開催しています。